SD ウィンズのマッサです。今回ご紹介いたしますマウスピースはシュイン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 、こちらドア、はい、セオワニですね。今回はパールバティというね、もう今ではもう見ることがない、絶版のマウスピースをご紹介いたします。これは7番の、パールバティ。まあ、パールバティといえば、ヒンドゥー教の神様ですね。セオワニは他にもシヴァですとかね、そういった神様の名前が多く使われてますね。で、私は今、シヴァのデストロイヤーというね、マウスピースをテナーでは普段使用しておりまして、バリトンはデルガのメタルの8星かな。それに、アルトサックスもデルガの6スターですね。を使用している。まあ、セオワニ信者と言っても過言ではないでしょう。他にもカーリーのメタルとかですね、カーリーのラバーのものとかですね、いろんなものを吹いてきました。こちら発売当初10万円近く、まあ、今のね、セオワニのマウスピースもまあそのぐらいはするんですが、したということでね、だったら、まあ、オリジナルのオットリンク買った方がいいんじゃないのかなとか思ったりもしました。某サイトにはですね、パールバティの説明のところに、もちろんオットリンクのコピーなのかと思って吹いたら結構バリバリも吹けたというふうに書かれていたんですが、私これあんまりバリバリという感じではないなと吹いてみてね、これはまあもちろん感想ですし、個体差もあると思うんですけど、というふうに感じました。性能のいいマウスピースですからね、普通に使う分にはもう全然申し分ないスペックなんですけれども、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、発展途上みたいな感じも吹いててね、思いますね。はい。うん。まあでもこの時点でね、ものすごいそこら辺の変なマウスピースよりは、だいぶ性能もいいですし、まあこういうふうなマウスピースが好きな方も、絶対いるんだろうなという感じがするので、もしね見かけたらぜひいつも手に入るか分かんないので購入しておいてください。ちなみにこの色は、ね、金メッキではなくてですね、これオリジナルでこういう風な塗装ではないらしいんですけど処理をされているんだそうです。ということで、今回はですねセオワニのパールバティというモデルの7番を、試走しました。見かけたらですね購入して、まあ、もしくは試走などしてみるといいんではないかなと思います。SD ウィンズのマサでした。またね。